政府開発援助等に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。本日、大野安忠君および山本純三君が委員を辞任され、その補欠として、今井絵理子君および岩本剛人君が選任されました。政府開発援助等に関する調査を議題といたします。 政府開発援助等開発協力の議論方針について、茂木外務大臣から所信を聴取いたします。茂木外務